田中アド夢は新潟県新潟市東区出身のプロサッカー選手。ポジションは攻撃的ミッドフィールダー。兄はサッカー審判員の田中麗し。10歳の頃からサッカーを始める。中学卒業前にサンフレッチェ広島ユースのセレクションを受けたが最終選考で落選した。中学卒業後は新潟を離れて前橋育英高校に進学したが、 全国高等学校サッカー選手権大会には出場できなかった。2005年にアルビレックス新潟の特別指定選手となりリーグ戦2試合に出場した。高校卒業後の2006年に新潟に入団。リーグ戦22試合に出場し、J1 第33節名古屋戦でプロ初得点を記録した。2007年は 前年に引き続き U-22 本代表に選出されたが、9月に右第5中足骨付部骨折で全治3ヶ月の重傷を負った。2008年、怪我から復帰すると徐々に出場時間を伸ばし、25試合に出場して1得点を記録した。その後、約1年半出場機会に恵まれなかったが、2011年は右サイドハーフのレギュラーに定着し、 リーグ戦25試合に出場して、プロ入り後最多となる3得点を挙げた。また、2011年12月3日の J1 第34節、名古屋戦がリーグ戦100試合目の出場となった。2012年は、左サイドハーフにポジションを移し、サイドバックの金鎮主と共に、攻撃の起点となった。新潟はがろ老じて残留を決める苦しいシーズンを送ったが、田中は、 自身初にして、チーム唯一のリーグ戦全試合に出場し、自己最多の4得点を記録した。前年に続き主力として活躍した2013年には、新潟の J1 昇格10年を記念して、新潟日報が企画した10年間のベストイレブンに選ばれた。シーズン終了後には、ポーランド一部リーグのレヒア・グダニスクや、ドイツ二部リーグのエネルギー・コットブスといった、 海外クラブへの移籍話が持ち上がるが、いずれも実現せず、新潟との契約を更新した。2014年は自ら志願して、背番号を10に変更してプレーするが、シーズン終了後に海外移籍を目指して、新潟を退団した。2015年2月10日、フィンランド、ベイカウスリーが所属の HJK ヘルシンキへの加入が発表された。背番号は、 新潟時代に引き続き10番。同月13日のリーグカップ、ロバニエメンパロセウラ戦で、初出場し、90分に初得点を記録した。加入1年目の田中は、リーグ戦33戦中の31試合に出場。主にトップ下を務め、8得点を挙げた。2017年4月6日、開幕戦のばあさんパロセウラ戦で2得点1、アシストの活躍を見せた。 国内2冠を達成し、2017年シーズン限りで3年間在籍したヘルシンキを退団した。2018年よりセレッソ大阪に加入。2019年シーズンはリーグ戦スタメン出場はないものの21試合に出場しに得点を記録した。ルバンカップ第4節でチームメイトも驚く胸トラップからドライブシュートで決勝点を決めた。リーグ戦。 第26節での得点が9月度の月間ベストゴールに選ばれた。ゴールした際には鉄腕アトムポーズを決めた。シーズン終了後に契約満了により退団。2020年3月、3年ぶりに HJK ヘルシンキへの加入が発表された。このシーズンはリーグ戦とカップ戦の2冠達成に貢献した。豊富な運動量を武器とする攻撃的ミッドフィールダー。 新潟在籍時は主に左右のサイドハーフとしてプレーした。素早い攻守の切り替えでチームに貢献し、八木下正明監督に攻守のスイッチを入れる選手と評される一方で、要所でのボールロストが目立つ試合もあった。新潟所属時の田中は、地元出身のハエ抜き選手として、サポーター人気が高く、地元企業の CM や広告。 自治体や警察等の広報にも多数寄与された。ローカル番組を中心に、テレビ出演の機会も多く、2010年3月14日に放送された、ヤベッチ FC、日本サッカー応援宣言にて、テクマイナス1グランプリという J リーグ各クラブの選手がテクニックを競う企画に出演し、チャンピオンに輝いている。2007年のサッカーダイジェスト選手名鑑では、 趣味特技に剣玉、スノーボードを上げていた。セレッソ、大阪公式 YouTube チャンネルで行われたフリースタイルフットボーラーとのリフティング対決に出演し、フリースタイルフットボールの世界大会で優勝経験のあるセアンガルニエを驚かせるパフォーマンスを披露した。その他の国際公式戦、ありがとうございます。